bi ibi untan jang. Guataya ay kyo durasano chagua usaga te menso de hoy une umundi hukasaya yo chano shimade chatache a ibi ibi untanjang はい、サイエクス用中華ナビラインタンジャー出番ですよね。時間となりました。時計の針は11時を回りまして、6月の12日木曜日、旧暦のうちのあぐいみでは5月の15日になった意味ということで、今日は1日15日ね、うちゃと皆さんね、最初茶を飲むときは、はい、健康人番よろしくお願いしますよ。はい、茶まさむのまあ運命会ということでございましてね。はい、さあ、お送りしておりますインタンジャー出番ですよ。今日もですね、生放送でお届けするわけなんですけれども、今日の天気ちょっとまあ梅雨の中休み、七休んでるねって言われたりするわけなんですけどもね、なんかこう今日明日明後日とね、土曜日までになんかちょっと晴れ間があるということでございまして、お母さん方今日のうちに洗濯番内やってた方がいいかもしれませんね。はい、よろしくお願いいたします。そしてまた、週末日曜日ぐらいからは、天気崩れてくるということでございますので、まだまだ終わらない、梅雨ということでございました。何か話になりますと7月ということでね、ありますが、日本列島至るところでこんなね天候がちょっと悪いような感じがしますけれどもね、いきなりこう沖縄のそばで台風が出来上がったりとかね、そんなことも本当に気象の変化がね、見受けられる今日この頃でございます。さあ、そんなことに関わらず、私たち、FM タンは今日もですね、ここ読谷村ザキミの方から、電波で発信しておりますのでね、頑張ってまいりたいと思います。今日もゲストを迎えての1時間お付き合いをいただきたいと思います。この放送は地上波 FM78.6MHz、 そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしてまいりますので、よろしくお願いいたします。もちろん、録音もしておりますのでね、録画もしておりますので、 FM タンのホームページでご覧になってください。それではインタンジャー出番ですよ。今日も1時間お付き合いいただきます。お相手は中曽根智晴です。オープニングお届けしております曲は、読谷村歌でございます。読谷村最近いろんな歌があるので、何が読谷村歌なのって思ったり、ある人に僕も聞かれたんですけどもね、これが正真正銘の読谷村歌でございまして、それ以外にも読谷村の歌はねたくさんありますのでね、それぐらい、人気の高い日本一人口の老村読谷村でございます。さあ、それではこの、曲が流れてきましたら、ゲストは月1回この方でございます。はい、さいぐすよ中がなびら、おはようございます。村長の石峰です。また1時間ゆたしくにげーさびら、よろしくお願いいたします。はい、石峰村長でございます。村長、もう梅雨の時期に入りまして、そうですね、はい、梅雨の中休みということで、うん、今局長からあったんですけどね、タイミングのいい時に、はい、ちょっと晴れ間が出たりしてですね、そうですね、まあ梅雨方言では数万房数、ね、うん、あ、はいはいはい、そうですね、うん、長雨とかって言うんですけど、まあ英語ではなんていうかって調べたらですね、はいはい、うん、ハッピーバースデー梅雨というのかなと思ってですねもう俺真剣に聞いてます今あ、なるほど。まあしかし今年の梅雨はね、うん、例年ですと去年が5月とかに明けたとか、例年は異例の日前後だということだったんですけど、はいはいはい、今回は、うん、先だってお話ししたんですけど、なんか南米のねエルニーニョ現象の影響で7月とか前後だという、ね、長いですね。まだまだありますんで、ぜひ、ジメジメしたですね、天気に負けずカラッと、みんなで、楽しくやっていきたいと思います。おとついですか、そうですね、11日に本当に、前日あんなね大変な雨が降った中で、翌日鶴の梅雨の晴れまで、読谷村老人クラブね、ゲートボール大会をやりまして、あれはもう本当に無謀じゃないかと思ってたんですけど、やったら念力というのは通じるんですね。ちゃんと雨の翌日だったんですけどね、できました。なんか今日読谷老年の役員の皆さん、いろんな意味で要請に来てたんですけど、ベスト4まで決まってですね、まあ県大会出場の4チームまでは決まって、
まあ、終わったということで、はい、あとベスト4を残しているということでまた後日チャンスがあるときにやるということだったんですけど ね、うん、まあ、老人会の方からはそのゲートボール場、はい、グランドゴルフ場のですね、うん、専用コートを作ってくれということがありまして、あ、まあ、それは それで金と時間がかかることですので、ね、ぜひ、陸上競技場のインフィールドもありますし、うんうんうん、あのザンパの サッカー場も ね、活用して一面芝ですからぜひそこも活用してくださいということで、ね、なるほど、そうですね、まあ、県大会は芝のグラウンドとかあるはずですから、うん、まあ、それも活用してですね、うんうん、もう読み老練が頑張る分読みたんが活力がですね、うん、増しますからということで、まあ、激励もしたんですけど、なるほど、まあ、そういった感じで、ね、先立っての大会も多くの方々がね、そうですね、三田村老人大会すごかったですよね。その中でも決議の中で出てましたね、専用村長も、すべての団体から専用が出てきてですね、うん、いやね、専用ばっかり出てしまいますからね、サッカーだったりソフトボールだったりで、まあ、グランドボールとか、まあ、それでも、うん、先立っては中大連高大連とね、うん、ソフトボール、うん、サッカーの大会が村内でもね、そうですね、で、まあ、にぎわってましたから、まあ、私としては専用じゃなくてもきっちりね、うん、県大会も、まあ、全国大会も対応できるような、うん、できるいろんなものにね、うん、使える、まあ、ソフトボール、サッカー、うん、グランドゴルフ、ゲートボールに使えるようなですね、うんうん、まあ、これはもうみんなでね、そうですね、共同利用していきながら、うん、まあ、より良い環境のためには当然ね、みんなで考えていきたいということで、まあ、そうですね、読み老練の皆さんにも申し上げたところでございます。はい、まあ、できる方法を ね、みんなで知恵を出し合えば、いつも村長がおっしゃるようにね、人分使ってまあ、お金も少し使いながら期間も使いながらということで、ぜひね、お年寄りの方々元気にね、また頑張っていただきたいなと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、そうですね、うん、今月、11日からですね、うん、第431回読谷村議会定例会、はいはい、がですね、始まっております。そうですね、これは6月の10日から、はい、18日まで、はい、ということでですね、今回は、平成26年度読谷村一般会計補正予算ということでですね、はい、うん、まあ、いろんな特別会計があるんですけど、はい、それの補正予算が、うん、5件と条例の一部改正2件、うん、そして、道路関係の工事受け契約3件と、はい、損害賠償契約案件ということでですね、うん、1件でございます。で、まあ、議案が12件、うん、でその他にも、承認案件報告等々ですね、はい、18日まで、うん、まあ、審議していただくということで、はい、また金曜日からはですね、うん、明日から、はい、あの一般質問ということでですね、はい、今回も17名の皆さんが、まあ、一般質問ということで、ございますのでですね、うん、ぜひ活発な、議論、うん、あの行われますので、はい、傍聴するかですね、うん、FM 読谷で、聞いていただきたいと思います。はい、でインターネットの方でやっておりますからね、議会基本条例でですね、うん、あの反問権というのがあるんですけど、はいはいはい、まあ、これまで執行部は議員の質問に答えるだけだったんですけどね、うんうんうん、ね、逆に我々からじゃあ議員のこの質問の意図は根拠は何ですかということですね、逆に反問できるというですね、反問権というのがありまして、はいはいはい、私もこれ、まあ、何回かですね、うん、使っているんですけど、あ、そうですか、今議会からですね、はい、これが順調に運営されてより、議論が深まると思いますのでですね、なるほど、まあ、これも、みんなであの、まあ、注視していただきたいと思います。うん、はい、ぜひね、明日の一般質問は10時からということでございましてね、土日を挟みまして金曜日、月曜日、火曜日、水曜日と行われますので、ぜひ皆さんね、議場の方にもね、どんどん足を運んでいただきたいというふうに思います。はい、インターネットでもね、見ることができますのでご覧になってください。よろしくお願いいたします。はい、まあ、その他にもですね、うん、これは読谷広報にも、はい、ご案内されているところもございますけど、うん、5月13日にですね、はい、民生委員の特別表彰ということで、うん、厚生労働大臣表彰ということで松田、菊重さんとですね、はい、大城雅子さん、うん、戸口とひじ座ですか、うん、先輩方がですね、うん、長年の民生委員活動ということでですね、厚生労働大臣賞を表彰しました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。また、うん、あの沖縄県母子保健大会でもですね、うん、はい、母子保健大会大会長賞受賞ということで、これ、山内優子さん、ひろこさんですか、はい、あの、うん、時計市のですね、この方は、まあ、母子保健に本当に長年ですね、いろんなご尽力いただいた方ですけど、うん、あの
食育とかですね、はいはい、そういった関係で本当に協力いただいている方で、まあ、この方もですね、今年の沖縄県の部将権大会で、うんうん、まあ、大会長賞を受賞したということでございました。おめでとうございます、おめでとうございます、はい、それ以外でもですね、うん、あの5月12日には、うん、嘉手納警察署とですね、はい、災害時防災協力協定というのを、はい、結びました、はい、新聞に載ってましたね、そうですね、はい、でこれあの、まあ、嘉手納署とかですね、うん、が実際防災、まあ、ほとんどは津波関係だと思うんですけど、はいはい、それであの使えなくなったりした時にはですね、読谷村の、役場の方にですね、はいはい、あのその臨時に嘉手納、はい、警察署を臨時に移動してですねやるということで、今想定されているのは FM 読谷の、うん、隣のですね、うん、講座室そこですね、まあ講座室の隣にうちがあるんですけどもねありがとうございます、まあ、そういうことです ね、 あ、なるほどね、まあ、本部もそこに、持ってくれば FM があります、警察があって役場があるということでですね、はい、まあ、読谷村役場非常に、うん、あの立地が良くてですね、うんうんうん、ここは海抜70メートル以上、そうですよ、ね、74メートルぐらいですから、うん、ということでまずあの、まあ、津波にはですね、うん、ほとんど影響しないということで、はいはいはい、そこで、まあ、防災のですね、うん、そして災害等々のですね司令塔をここに設置して、役場、嘉手納警察、うん、そして、まあ、広報で FM 読谷、はい、消防を含めてですね、うん、まあ、みんなで、災害時に協力していきましょうということでの、うん、協定になりました。なるほどなるほど。これあれですか、あの村長、嘉手納署長からはあのヘリもなんか止まることができるという ね、 うね、はい、あの お寺のね、健康増進センターの横にはね、はい、あの、うん、まあ、防災ヘリ、消防署とかですね、うんうんうん、警察のヘリとかですね、ヘリポートもすぐ臨時に、ね、臨時に使えるということで、健康増進センターの東側の芝生、うん、広場にですね、まあ、そこでもいいですし、うん、野球場とかですね、陸上競技場とか、はいはいはい、まあ、いろんな意味でここは非常に、うん、まあ、敷地が、ね、そうですね、平坦で広いところですから、うん、そういう意味では、読谷のですね、うん、まあ、中部の防災の拠点として、うん、まあ、活力、うん、活用できたらですと思っています。はい、そういう意味では本当にこのセンター地区っていう場所が位置づけられていて、まあ、センターってもあの中部地区の、消防のね、はい、訓練がもうすごい訓練が一日行われておりましたけども ね、 ね、そういう意味ではいろんな活用の仕方があるということで、まあ、このセンター地区、ぜひね皆さんも、どれだけの、位置を示しているのかということをね、重要性が、また改めて、分かったのではないかなと思いますね。はい、さあいろんなことがね、はい、歌の関わってますけども、うん、5月の27日にはですね、はい、読谷村の赤十字奉仕団の皆様によりますですね、はい、写真募集ということで、これ企業の皆さんのところにですね、はい、まあ、赤十字の写真をお願いするということで、うん、玉城英子さん、うん、他ですね、うん、奉仕団の皆さんが167社をですね、うん、お尋ねして写真募集ということで、123万6千円というですね、本当にたくさんのですね、はい、錠剤を写真募集、協力いただきました、うん、前年度よりですね、うん、約15万円も、うん、アップしているということで、本当に、企業の皆さんのですね、ご協力に感謝したいと思いますし、また、これをですね、うん、募金を呼びかけていただいた、赤十字奉仕団、これは写真募集だけじゃなくてね、うんうん、赤十字奉仕団はいろんな先ほど言った災害でのですね、はい、ボランティアであったり、うん、あの献血であったりとかですね、うん、ああ、そうですね、本当にいろんな意味で、うん、活動してますね、協力をいただいてますんですね、うん、本当に、ありがとうございました。またこれからもですね、うん、一緒に、いろんな取り組みをやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。167社の一番最後に、167番目にエフェメタンが加盟させていただきましたですね、ありがとうございます。我々も少しずつ頑張っていきたいと思っておりますので、さあお送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日は、三谷村石峰電池村長をお迎えして1時間お届けさせていただきます。シーマー挟みまして、これからまだまだ続きます。
してます。インターン者出番ですよ。今日のゲストは、月に一度ご出演いただいております、読谷村石峰電池村長をお迎えしてお話を伺っております。この放送は地上波 FM78.6MHz そしてインターネットでも映像を交えながらお届けしておりますのでよろしくお願いいたします。さあ、石峰村長、もうとにかくいろんな読谷村、行事行事も多いわけなんですけれども、先だっても ね、いろんな大きい行事も行われましたが、はい、まあ、総会シーズンのですね、そうですよね、私めくくりの時期に来ているかと思いますけど、はいはいはい、5月27日にはユンタンザン花織事業協同組合がですね、総会がございまして、はいはい、まあ、これまで、又吉弘子理事長筆頭にですね、一生懸命取り組んでいただいているんですけど、今回新しくですね、理事長に池原栄子さん理事長が決まりましたですね、はいはいはい、でまた、又吉さんはですね、引き続き副理事長ということでサポートに回って、はい、又吉弘子さんと下里直美さんが、うん、まあ、副理事長ということで、専務の方にですね、池原節子さんという、まあ、この、ラインナップでですね、またこれからもやっていくということでございまして、本当にあの総会にも参加したんですけどね、おばさんパワーというんですか、おばあちゃんパワーというかね、本当に、あの、明るい笑顔の一杯のね、あの総会で、はい、私前段だけ出てやったんですけど、総会終わったら余興があって二次会もあってということでですね、本当にあの、まあ、花織ね、伝統工芸品の花織をですね、ユンタンジャの、女性パワーで、まあ、これまでもねやってますし、またこれからもどんなにいろんな、まあ、今織物不況とかいろんなこと言われているんですけど、まあ、これ専業ではないですからね、それもしながら、まあ、家事もしながらとかですね、いろんな意味であの伝統工芸品のユンタンザハノリが、戦後復興してですね、連綿と、そして今もこんなに元気でですね、もう楽しい、組合運営ができているということでですね、喜んでおります。文化が本当に継承されて、最近はあのユンタンザハノリもなんかまだ生産がちょっと追いつかなくなってきたっていうことをちょっと耳にしましたけど、ね、はい、あの、まあ、織物業界は不況等々と言われるんですけど、まあ、伝統工芸品であるユンタンザ花織はですね、まあ、全国のシェアからすると本当に、まあ、わずかなんですけど、逆にあの希少価値でですね、希少価値高い、はい、もう、どんどんあの問屋の方からですね、ずっと注文があって、生産がですね、まあ、追いつかないという感じでですね、まあ、それに向けてまた、組合員の方もですね、今一生懸命、対応しているところですね。なるほどね、はい、ぜひね、私たちユンタンジャンチのまた文化誇りでありますからね、ユンタンジャン花火ますます、発展していただきたい、ご期待申し上げたいと思います。池原、理事長よろしくお願いいたします。またご番組にもご出演いただけないといけないですね。そうですね、はい、そうですね、新旧役員、ね、新しい役員の皆さん、ぜひともお願いしたいと思います。はい、さあ続いてが、まあ、大きいイベントでございましたけれども、はい、村長、チャレンジでですね、はい、これも何度か、ここでもですね、紹介あったと思いますけど、今年は、湯沢市ですか、秋田県湯沢市、人口4万9000人のところでですね、やりまして、結果はこれはもう圧勝と言っていいんでしょうね、参加率で 57%、ね、まあ、先方が 44% ですから、読谷村ですね、昨年よりも、まあ、我々はパーセンテージがね、重要ですから、昨年よりも 1% ちょいですね、増加したということで、まあ、本当に多くの村民の皆さんがね、2万人参加型といって、まさに、それだけですね、参加していただきまして、ありがとうございました。去年今年と一票積み重ねていますね、積み重ねて、来年も一つ、あの、またチャレンジでですね、みんなで盛り上げていただけたらと思いますし、また身近に、運動する、ね、環境とその、考え方というんですか、ね、それをやっていただけた、たくさんの団体、企業の皆さんもですね、チャレンジで、もう公民館からね、各あの企業の皆さん、そうですよね、朝の朝礼やって、ラジオ体操やってゴミ拾いをやるとかね、清掃活動一緒にやったりとか、いろんな環境整備とか美化運動もやりながら、まあ、こういったことをやっているということで、まあ、楽しみというんですか、定着してきているのかなということでですね、大変、喜んでおります。そうですね、まあ、私たちフェンタムも一日中、あちらこちらから中継をですね、もう学校やら公民館やらということで、ユミタン村の中継車を活用させていただいて、いろんなところでさせてもらったわけなんですけども、やっぱりあの中継車が行きますと皆さん
喜んでですね、はい、集まってきて、宇佐の運動場でソフトボールシニアの皆さんとかは、はいはい、ああいうな中継中継してカメラが調査って言ってですね、エフビタンがなんでカメラが来てるのみたいな感じだったんですけど、インターネットで今回は、このスタジオと、中継を絡ませながらですね、出先からの映像もですね配信するという新しい試みをね、うん、させていただきました。今後もぜひね、多くの皆さん方の読谷村での活躍ぶりをですねお伝えしていきたいと思っております。来年もまたぜひ一生一生の積み重ねをやっていきたいなと思います。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、続いては、はい、平和講演会ということでですね、はいはいはい、マグザキ先生、うん、マグザキイケル先生の講演会をやりました、うん、まあ、本当に侵される平和憲法、うん、国政の動きから見えてくるものということでですね、うん、はい、先生に、まあ、いろんなお話をしていただきましたけど、うん、まさに今、5.15 ね、うん、復帰から、そしてまた、はい、迎える6月23日の慰霊の日ということで、うん、そこまで、ね、まあ、いろんなことがあって、我々もですね、うん、またその時期に、タイムリーなですね、はい、まあ、行事も持つということで、うん、平和行政の一環としてですね、うん、この孫崎先生の、講演会やったんですけど、うん、本当に危機感をですね、うん、募らせるようなことが、ございます、うん、まあ、そういった意味では、先生が一番言って印象的だったのは、はい、マスコミとかそういっただけじゃなくて、うん、自分で学習して正確な、うん、情報を、はいはい、絶えずつかむように努力せんといけないということでですね、うん、ただ漫然と今はまさに、集団的自衛権の問題とかですね、はい、ですね、マスコミで流れているものをですね、うん、果たしてそれが沖縄にとって読谷にとって、うん、どういうことなのかということをですね、うんうん、改めて考える、まあ、機会になったと思いますし、これからもですね、うん、はい、まあ、そういったことをですねやっていきたいと思っています、うん、で考えさせられたのは、はい、報道の自由というんですか、それが何位かということでね、はいはい、世界で59位でしたか、そうでしたね、ということで格段に落ち込んできたっていうね、もう当初10位ぐらいなんか前後でしたよね、それから機密保護法とかですね、うん、今、まあ、安倍政権がやっていること、はい、果たしてこれで大丈夫なのかというようなですね、うん、危惧を持っていまして、うん、こういった中ではやっぱりみんなできっちり考えていくということは、うん、重要だと思いました。そうですね、まあ、この件はこの講演会の件はですね、うん、FM 読谷の方でもですね、うん、やってますから、ぜひリピートして、はい、見ていただきたいと思います。読谷村のホームページの方と、で私たちエフェンタのホームページの両方にですね、アップされておりますので、ぜひね、見てみたいっていう方はですね、ご覧になっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。はい、だってこの時期には沖縄では、うん、もう復帰前後からね、平和行進ということで、ね、今年も、はい、5月の、16日 5.15 ということで、うんうん、これは今ピースアクションって言ってるんですけどね、はい、更新団のことを、はい、ピースアクション2014ということで、読谷村の方からのですね出発式がそこ中庭で行われました、うん、はい、で、日曜日には 5.15 平和と暮らしを守る県民大会ということで、うん、まあ、大変な雨の中でですね、途中も報告集会ということで終わったんですけど、うん、まあ、そこに参加しましたけど、多くのですね県外の皆さんも来てですね、うん、改めて、復帰が何であったのかということをですね、はい、うん、現状も含めて、まあ、考える機会になったと思っています。なるほどね、まあ、でも本当に多くの方々がもう、まあ、その復帰時代に頑張ってくれた先輩の皆さん方もだんだんだんこうお年になってくると、なかなかその当時の意思というものが伝わりにくい部分が出てくる、そうですね、はい、そういう意味ではこういう 5.15 とか、いう日を一つの、まあ、伝承の日というか伝えていく日になっていくのかなということをね、改めて感じた、まあ、最近の時代背景かなと思いますね。で、うん、またの6月2日にはですね、はい、うん、平和 の光の柱ということで、はい、これはザマミソンからですね、うん、受け継いで読谷村ということで、これをまた6月の22日、マブニでですね、はい、慰霊の日の前夜祭、うん、前日の平和記念堂で、はい、ザマミ読谷からのですね、うん、メッセージを糸満市に届けるということでですね、うん、まあ、一連の、慰霊の日関連のですね、そうですね、
行事を行おうと思っております、うん、あれはもう3月から続いて、そうですね、座間味から4月1日と、はい、ということでですね、はい、で摩文仁ということで、うん、まあ、その翌日はその摩文仁のね全戦没者、はい、追悼式もありまして、うん、まあ、そういったことも含めてですねやっていきたいと思ってますし、うん、またこの日は、これ喜納の皆さんがね、うん、喜納小学校で慰霊の日コンサートということで、はい、喜納小学校の体育館の方でですね、そうですね、催されますね、はい、まあ、それなりの皆さんね音楽家の皆さんがね、はい、富樫先生がね、あ、そうですね、いろいろ尽力して、うん、はい、継続してやってますけど、うん、これも非常にいいコンサートですから、うん、ぜひ時間のある方はね、はい、これ日曜日2時から4時まででしたかな、うん、はい、喜納小学校体育館にもありますんで、うん、見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。また当日6月23日は読谷村内はもう本当に各朝でそういう慰霊行事が行われますよね。大体、ね、はい、午後からですね、うん、各朝で、まあ、慰霊とほとんど慰霊の日を皆さん設置してますんでですね、うん、まあ、そこで本当に、まあ、各朝にあるということはそれだけね、うん、戦争で亡くなった人が多いということですから、まあ、それをね、また FM 読谷の方でもこれをきっちり記録として取材して残していくということですが、これ非常に素晴らしいことだと思いますので、ぜひね、各地域のこの6月23日に行われる慰霊の日、本当にもうどんどん高齢化していってね、去年までは参加できたおじいちゃんおばあちゃんいたのにというようなですねお話が聞こえますので、ぜひこれはですね記録映像としても残していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、いえ、頑張ってまいりたいと思います。さあ、お送りしておりますユンタンチャー出番ですよ、後半に入る前に一旦コマーシャルをお届けします。本日のご出演はヨミタン村石根伝地村長をお迎えしてお話を伺っております。バックで流れておりますのはヨミタン村歌を BGM としてお届けしております。しております。ユンタンチャー出番ですよ。今日のゲストは石根伝地村長をお迎えしてお話を伺っております。村長、でも、まあ、この時期、本当に梅雨時期となるとやっぱり6月23日の慰霊の日っていうのはもうすぐ我々うちの町にとってはもう DNA に組み込まれてるかのごとく、その思いをいろいろなところで、まあ、目にしたり聞いたりするわけなんですけども、そうです、ね、まあ、そのこういう時期にはいろんな、また先ほどもお話しありました6月23日には喜納小学校で慰霊の日コンサートなどが行われたり、読谷村内でも各種慰霊行事が行われるわけなんですけども、その6月28日もまたコンサートが行われるということで、第1回平和コンサート in 読谷ということでですね、はい、これは高勝利建立しました、サトウキビのですね、はいはいはい、可否の、海の親であります寺島、はい、直彦さんのですね、平和への思いを、まあ、読谷から発信するということで、
まあ、これはもう旦那さんは亡くなられたんですけど、奥さんのですね寺島優作さん含めてですね、はい、多くの皆さんが、読谷で平和コンサートをやるということで、うん、6月28日、はい、土曜日ですね、午後3時から、ということで、うん、文化センター大鳥ホールで行われます、はい、これ入場はですね、うん、大人1000円、はい、小中学生は無料ということでございますので、うん、ぜひ多くの皆さんがですね、うん、あのザワワの、ね、はい、フレーズで有名な、まあ、サトウキビ、うん、畑の歌とかですね、はい、いろんな歌がお楽しみいただきたいと思います、ね、これは主催は読谷村観光協会、うん、ですから、まあ、お問い合わせ等々ございましたらですね、うん、読谷村観光協会の方にお問い合わせいただきたいと思います。はい、ぜひ皆さんね、ご来場お待ちしておりますのでよろしくお願いをしたいと思います。はい、まあ、そういう6月のいろいろありますけども、まあ、そんな中でもまた読谷村の、文化いろいろ発信はありますが、最近こういろんな読谷村の、産物でいろんなこう料理を作り上げるというのも、まあ、読谷市場筆頭に、女性部の皆さんがといろんなものも作られているわけなんですけども、今回第2回の、私ども読谷の方でも取材させていただきましたが、はい、あのホテルニコアリビラの方でレシピコンテストが行われたと。そうですね、うん、はい、第2回、まあ、読谷を味わう、うん、料理お菓子レシピコンテストということですね、はいはいはい、2回目からお菓子の方もですね、入ったということで、昨年までは、料理だけ、だったんですけど、で、今回も本当にたくさんのですね、うん、まあ、予選予備審査の後に、はい、うん、今回も8品ですね、8人の皆さんがまあ、エントリーしたということですね、うん、はい、最終選考に残った、8品をですね、うん、ホテルの、料理長の皆さんですね、はいはい、3つの部門の料理長の皆さんと、うん、お菓子の方のですね、うん、料理長の皆さん、そして、まあ、GM のですね、島村さんと私と、はいはいはい、観光協会長ということでですね、うん、まあ、審査ということで、はいはい、なるほど、まあ、やったんですけど、うん、まあ、25のですね応募作品から、うん、一次審査で残った8作品をですね、うん、まあ、審査したんですけど、まあ、一番、料理部門のですね、うん、最優秀賞は、はい、ジーマーミ豆腐のフライサラダ&新しい食感ということでですね、キナのですね遠山舞さんとあかりさんという親子でですね、うん、まあ、出品していただいて、この、はあはあ、すごい女の子のね、よろしくお願いします、いかがでしたかというね、これの、プレゼンが聞いて皆さんまあ、まあ、最優秀賞を取ったということで、でもジマミ豆腐をですね、フライにするという、ね、斬新なアイデアというんですか、うん、面白い食感がですね非常に良かったですね。なるほど、ジーマミ豆腐っていうのは普通なんかプルプルしてプリンみたいな感じ で、ね、あれ以外はなんかイメージが全然なかったんですけどね。そうですよね、これ非常に視点というんですかね、アイデアフライにしたという、なるほど、だと思いますね。これ見て、あ、そうなんだと思ったのは、うん、以前のもずくですよ、ね、もずく、あ、もずくも酢の酢のもの以外にと思ってたのが、はいはい、もずくでも丼に、あ、そうですよね、もずく丼になってますから、うん、確かに、そういった意味ではこのジーマミ豆腐の、うん、違う視点でというのはね、うん、そういった切り口も、あるんだなということですね、感心しました。本当斬新ですね。あ、でも今回からはそのお菓子の部分も行われたということで、そうですね、はい、今年、うん、お菓子の部分に 3部門ですね、はいはいはい、3点が出品されてまして、うん、非常に今回レベルの高い作品だということで、うん、最優秀賞をもらったのはですね、うん、ユンタンザハノイサンドということで、これビセミノリさんという方がですね、ハノイサンド、はい、最優秀賞お菓子の部分でもらったんですけど、本当にこれタイムス新報の方にも出ているんですけど、うんうん、ハノイのですね、はい、デザイン図柄をですね、お、お菓子の方にですね、きっちりすごいやってあるということでですね、まあ、デザインに伝統工芸品を生かすお菓子作りということで、またこれもですね非常に面白いアイデアだと思いました。うーん、あとそれ以外には、ね、うん、まあ、村長賞ということでですね、うんうん、はい、これ、まあ、私の方が東進鴨の相馬正和さんからですね、はい、お皿を寄贈いただいて、そのですね、
お皿を、まあ、村長賞ということでプレゼントしたんですが、これは、読谷あのおばさんのですね、パワーイカチで中曽根初江さんがですね、紅芋焼きとトーマーミー焼き餅ということでですね、お餅をですね使ったお菓子が出てまして、まあ、これ村長賞ということで、それ以外にも、優秀レシピ賞にはですね、はい、前年度、最優秀賞をもらった、高橋かよみさんのですね、島野菜と、豆腐の紅豚、船ということでですね、はいはいはい、あの非常に盛り付けのですね、素晴らしい、料理が出ていました、うん、はあ、紅豚船面白いですね。やっぱりこういろいろとこう料理の味とかもそうなんですけど、その素材を生かしてその、盛り付けとかいうのもまたそうです、ね、ある意味このレシピの中では、はい、うん、審査の基準の中でもですね、うんうん、読谷らしいあのネーミングかというのは、読谷の食材を使っているかとかですね、そういったのがありましてですね、で今回本当にユンタンザハノリの模様を取り入れた、黒糖クッキーだったりね、はい、今言った紅豚の船とかですね、いろんな意味でユンタンザ の食材だけじゃなくてですね、伝統文化も、イメージした、ね、イメージしてあのいいですね、料理がレシピができたということで非常に、素晴らしい、第2回目でしたけどね、日光アリビラ企画で、ございました。これもしかすると村長あれですか、またアリビラさんは通常メニューに組み込んだりとか、はいね、ちょっと詳細はですね、ぜひホテルの方に問い合わせていただきたいと思います、ね、アリビラランチでですね、あの取り入れるということで、ちゃんとこれやっているはずですから、ね、まあ、それちょっとアリビラの方ですね、ま、問い合わせて、はい、そうですね、応募作品から受賞作品ですね、うん、ご賞味いただきたいと思います、はい、我々がまたいただける日も近かなと思ったりを期待したいですよね。はい、ありがとうございます。また、さあそれでは、これからのまたスケジュールもいろんなことが行われるわけなんですけども、まあ、一番大きいのは今あの広報読谷にも載っていましたけど、そっちやっぱり張り高い、はい、ね、ハリー大会7月の、うん、とかでしたから、6日日曜日ですね、日曜日ですね、第30回のハリー大会ということで、うん、もうこれはもう申し込みは締め切ったですね、はい、定員をオーバーするようなですね、うん、毎年、たくさんの、皆さんが応募しているということでございました、うん、はい、もう宇佐海岸は当日はもうとんでもないことになるぐらい多くの方々が来られるわけなんですけどもね、もうこの先日私たちもまあ、ハリー大会を中継を毎年させていただいているもんですから、その下見の方であの打ち合わせに行きましたけれども、やっぱり暑いですね、やっぱり う、ね、ま、もう暑いですねって感じだったんですけどね、まあ、はい、ちょうど梅雨明けたかどうかぐらいのですね、あれ です、ね、あの長い砂浜、宇佐、うん、まあ、海岸 の、 あの長い砂浜でですね、はい、今回も、職域一般60チームということでね、うんうん、あとアザ大工であったり、はい、小学中学生、はい、学生のレースであったりということでですね、 ありますので、ぜひまたあの暑い中ではありますけど、はい、地元のビールも美味しいかと思いますので、うん、です、ね、はい、皆さんバーベキューしながら、そうですね、うん、たくさんの皆さん応援に来ていただきたいと思います、うん、もうあん普通バーベキューとかこうビーチでやるときっていうのはただ海を見ながら自分たち仲間内でなんですけども、そこにエンターテインメントがあるわけですからね、無料で見れる、ぜひね、あの宇佐海岸足を運んでいただきたいと思いますけども、あの私たちエフェタンでも先ほど申し上げましたが、ラジオとインターネットで映像配信もですね行います。ぜひあの会場にラジオもお持ちいただいてですね、実況生放送ですね聞きながら一緒に楽しんでいただきたいなと思いますよね、うん、村長ハリーの経験は昔、うん、もうだいぶ昔ですね、私が中央公民館にいる頃、あ、もう企画時代、はい、あ、企画じゃない、教育委員会にいる頃、ね、教育委員会の頃、あの時も中央公民館で出ようということで、うん、行ったら、まあ、要するに講座の生徒さんたちですから、はい、ほとんどが高齢者だったりしてですね、うん、そうしたらあれはどっかあの本土のですね、はい、ハーリーを見に来てる、あ、海岸で遊んでる、コピー会社かどっかのですね、社員をお願いして、はいはい、思い出作りしましょうということで出して出してですね、8名だったはずが、ね、4名はですね、はい、どっかの企業のコピーメーカーの社員をお願いしてですね、うん、やったらまた
A4 の大きな、はあ、あの写真を引き伸ばしてですね送ってくれた、はい、人数分送ってくれたりしてですね。なるほど、そういう思いでもあるんですね。でもね、ハーリー大会で思い出すのは、うん、ザンパで今、うん、宇佐海岸じゃなくて、うんうんうん、今のザンパのホテルがあるところですね、はい、それがまだホテルが整備されない前ですけど、うんうん、あそこは年間にこの読谷の西海岸ですね、はい、たくさんの砂が寄ってくるんですね。でずっと我々船を、うん、針の船を、うんうん、担いで、うん、浜に下ろしたりするもんですから、はい、去年非常に下ろすのに難儀したところですら、ここ足場が悪い、要するにここ水たまりがあったようなというところが、うんうんうん、砂で埋まっててですね、すんなり行けたんですよ。それ毎日同じ場所ですから、うん、まあ、それからすると年間でも60センチぐらいね、うん、砂があったということで、今よくザンパ見つけロイヤルホテルの前 の、うんうん、ザンパビーチはね、うん、だいぶ砂が寄ってきて道まで、溢れるということがありますから、 あそこ砂が寄ってくる海岸というのもあります、ね、海流がそういうふうになってるんですね。そういうことですね。なんかこれは防波堤を作ったりですね、うん、そこ環境を変化させるとずっと何キロ先で海流が変わって砂が寄ったり減ったりとか、うん、そうなんですか、そういうことがあるということで、読谷だけのことではなくてですね、例えば、茶炭とかどっか南部北部どっかに、構築物があるとそれで潮の流れが変わってですね、うん、砂がこっちに寄ってくるということで、今のところ読谷は結構なですね、砂が、ザンパビーチの方は寄ってきていますし、またニライビーチ、アレビラの方にあるところ、あそこは結構たくさんの砂をですね、整備のために入れるとかですね、なるほど、そういうのがそういうこともあるんだ、あるのかなというふうにですね思っております。なるほどね、沖縄県内各地でこのハーリー大会っていうのは一家の日を機に行われるわけなんですけども、砂浜海岸でね行われるっていう特徴がありまして、しかもこう沖に向かっていくんですが、若干こう読谷の場合は斜めに行くもんですから、本当にこうこの長いこうログビーチの宇佐海岸どこでもこうね見ることができるっていう ね意味では多くの方々が楽しめる場所となってます。企業さん団体さんがね、朝からバーベキューしながらっていうのは本当に、楽しみながらね、海岸に戯れるということで、またその中でも読谷さんの区長の皆さんね、自治会長会の皆さんが安全管理のためにそうですよね、ずっとパトロールをしてですね、子どもたちに、ここ危ないからということですね、そういった指導もしていただいているということで、本当にいろんな皆さんの協力でですね、このハーリー大会が成り立っていると思ってますし、暑い中であるんですけど、FM 読谷もね、地球の裏側まで発信していただいているということで、今年もね、またよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。去年もカリフォルニアの方からメールが入ってきておりましたから、とても楽しみにしている方々も多いのではないかなと思います。お送りしております、ユンタンジャー出番ですよ。ぜひともね、お楽しみいただきたいいろんなイベントがございますので、こちらの方でご案内しておきます。コマーシャルです。
はい、お送りしておりますユンタンジャデバンですよ。今日のゲストは、月に一度ご出演いただいております石見電池読谷村長をお迎えしてお話を伺っております。議会中の最中、お忙しい中、本当に今日はありがとうございます。はい、さあ、もう読谷村いろんな行事があって本当にこうたくさんたくさんなんですけれども、ちょっとニュースっていうかなんかこう読谷の出身の方がすごい、はい、先だってですね、はい、5月19日に沖縄タイムスの方にも、出たんですけど、実はあの千葉なまなみさんというですね、彼女読谷村の、出身で、お父さんがハンジャン中、お母さんが大きん中ですね、もちろん、読谷生まれ育ちですけど、現在、ハワイ大学大学院のですね、はい、政治学の博士課程にですね、いるという非常に、優秀な彼女ですけど、先日去年9月に読谷村が、ハンジャボーと一緒に、はいはいはい、120名余り、はい、たくさん行かれましたね、ハワイに行った時にもですね、ずっと通訳として、帯同していただいてですね、大変お世話になった方なんですけど、彼女が今、読谷村の方にですね、一時帰省してまして、今後またちょっとこれからですね一緒にお会いしてまたいろんな話も、聞こうと思ってるんですけど、彼女がハワイでですね、ハワイ大学で読谷でもやりました標的の村というですね、これをですね、記録映画をハワイ大学でもやったということがですね、出ていました。大学でもいっぱいのですね、お客様がいまして、ハワイ県出身のですね、ハワイに住んでいる皆さんが、沖縄のことをですね、太平洋諸島で、なるほど、沖縄のことをですね問題を、共有すること必要だろうということでですね、皆さんそういった話になっているということで、ございましたけど、それをですね、主催したのがですね、千葉まなみさんたちでですね、本当にアジアの中でハワイ、含めてですね、その中で、外からも、沖縄を考えていただくということでですね、非常に素晴らしいことをやったと思っています。先だっては名護市長がですね、行ったり、今副知事が行ってるんですから、そういった意味ではいろんなところからですね、沖縄のことを外に出ていってアピールする、ということもありますし、また、千葉さんみたいにね、実際ハワイ大学にいらっしゃる方がね、在学していてですね、そこでまたハワイ県人会の皆様にこのような呼びかけをしてですね、やっていくということでですね、みんなハワイの皆さんもですね、沖縄情報を、知りたがっているということがあるものですから、今回、一時帰省していてですね、また彼女とも情報交換しながら、読谷の沖縄のですね、情報を引き続き、ハワイの皆さんにもですね、伝えて、いただけたらと思っています。ですね、先ほど の平和公園の中でも村長もお話しされてましたけれども、やっぱりいろんな情報発信があるんでしょうけれども、その発信の本当に真実をどこで見つけるかっていうのは ね、発信する側もそうなんですけど、やっぱ受信する側も、そういう意味ではこういうドキュメンタリーの標的な村っていうのは本当に事実と沖縄がしっかり ね、映し出されてるっていう、そういうのをどんどんこう私たちうちなん中この世界中にいるうちなネットワークでなんかやっていけたらいいなって思います ね。まさにこのネットワークというのも明らかに信頼関係のあるものですから ね、これは間違いないですが、そこに何をですね、例えばこの標的の村であったり、読谷の現状を訴えるとか、沖縄の現状を訴えるとかというのはですね、これはもう確実に伝わると思いますので、そういったことはぜひですね、粘り強くやっていきたいと思いますね。そうですね、私たち読谷村も基地を抱える村であることには間違いがありません。で、今日でしたかね、高子ちゃん事件、あれからもう48年ですか、1965年、49年になりますね、その日であるという今日の日もまたですね、何かしら私たちにメッセージを伝えているのではないかなと思ったりもいたします。未だ本当に平和であるのかなっていう疑問を投げるようなことも多々起きてしまう、ね、ここ本当に沖縄ですからね。今局長が言ったいろんな実際事実としてあったことをですね、タカ子ちゃん事件もそうですし、その戦争における戦争責任は、とかいう話でですね、馬毛崎先生の話もあったんですけど、じゃあ
誰も責任を取らない、うん、ということですね、うん、誰に責任があったかというのを、うん、みんなは騙されたふりをしていたとかいう中でですね、うん、今まさに、憲法問題でもですね、うん、集団的自衛権の問題でも、うん、実際にその現場にいた皆さんがですね、うん、防衛省の、防衛研究所の所長であったりとかですね、はい、いろんな皆さんが発言しているのをですね、これをどう我々が、受け止めてですね、はいはい、考えていくとかいうのがこれから本当に重要になっていくと思いますので、うん、ぜひ過去の歴史はですね、これ歴史として間違いのないことですが、うん、これをしっかりどのようにですね、学んでいくかということを、はい、考えていきたいと思いますね。そうですね、はい、まさにその通りだと思います。さあ、私たち FM もこうローカルの放送局でありながらも多くの方々に聞いていただいています。もうしっかりとした情報をですね、発信できるように頑張っていきたいと思っております。まあ、これからも村長またよろしくお願いしたいと思います。さあ、話はコロッと変わりますけども、村長もう時間残り少ないですけどもね、ちょっと一つ聞きたいことがございまして、先日香港の方に村長ご出張行かれたということで入院しましたけれども、はい、2泊3日だったんですけどね、我々と観光協会、うん、商工会ですね、はい、そのスタッフ、あと実際沖縄の物産展ということで、読谷村から、ポルシェさん、はい、で東蔵、そして沖浜村ということですね、まあ、食品製造業、沖縄の物産展、香港そごうの方でありまして、はいはいはい、すごい、うん、そこに香港そごう、うん、出展しているということでですね、うん、まあ、我々また今後可能性も含めてね、読谷の物産展ができないかという可能性も含めてみんなで、まあ、視察してきたところなんですけ ど沖縄物産展じゃなくて読谷物産展を香港でやると す,、ね、すごい、まあ、いっぺんにですね、うん、オール読谷ということにはならはずだけど、オリオンビールさんとかね、うんうんうん、本当にあそこでメジャーな、ね、企業も組んでですね、読谷も発信していきたいということで、実際先ほど言ったこの3つの食品製造業の皆さんもすでに香港でですね、具体的にちゃんと販売ルートもですね、販売もしているということで非常に頼もしく思いましたし、この沖浜、ポルシェ、東の以外にもですね、読谷にはまだまだかまぶくとかね、炭屋さんとか紅豚の岩中さんとか、それ以外にもまあ JA さんの加工品とかね、いろんなの食品製造業を含めてですね、香港にまあもっと売り出していきたいと思ってまして、まあその意味でも、観光もですね、やっていくということで、今もう8万人でしたかな、実際読谷にも香港、台湾等ですね、東アジアから、海外から来ているということでしたんで、ぜひこれは観光協会といいますと、誘客のためにですね、また読谷村の、文化協会を絡めてね、伝統芸能とか、はい、そういったのもまたあそこで披露してですね、観光誘客にもやっていきたいと思いました。で、一つ感じたのは本当にもう、あそこの熱気というんですか、非常にね、香港、これは先だってプライベートで台湾も行ったんですけど、そうでしたね、そこのマス祭りとかですね、それを見たんですけど、非常に東アジアは、活力があるんですか、これからもね、どんどん伸びていくというような雰囲気でしたし、まさに香港は香港の中だけじゃなくて中国からも来れば世界から観光客が来るところですから、 そこに、まあ、沖縄読谷をですね、売り出していけば香港で世界の皆さんが、沖縄読谷をですね、理解いただけるかと思って、これは今後ですね、またみんなで、取り組んでいくべき、素晴らしい課題だというふうに考えております。はい、ありがとうございます。ぜひともね、村長また指定方針で国際貢献という言葉も出ておりましたので、期待を申し上げたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。